はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。京子様、売りなら丸奈々様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。まだ募集開始は先ですが、恒例のですね、メール党員限定懇親会をですね、12月29日の17時から17時の、時間で池袋近辺で行います。店予約してきました。よかったら予定開けといてください。よろしくお願いいたします。年金型民間保険、私が知らんだけであるそうですあるんだって。安い都民共済しか入ってなかったんで知らんかった。いいですね。5年に一度の恒例行事、総務省が195社の代表に放送免許を手渡した。テレ朝が報道しておりました。うちも渡されたみたいなこと書いてありました。世論です。全く審査もせず5年ごとの自動更新、総務省と地上波のズブズブ関係、これほどまでに護送船団方式で保護されている業界は他になし。銀行なんかも護送船団でガジガジなんですけれども、その分ですね、金融庁の締め付けがすごくてですね、金融庁の課長が一言怒ると、まあその銀行の頭取が来て土下座というような話聞いたことありますけれども、総務省はジャニーズ問題隠蔽とかは調査したりしないの？ペナルティ制にして毎回厳正に審査しろよ。自動更新されるんじゃ何の意味もないだろう。一応ね、BPO っていうのはあるんですけど、あれはね、テレビ局側が金出して作ってる組織で、まあこういうのもありますよ。私らの番組は中立、公平ですよという建前のためにできているような組織でありまして、何の役にも立っておりません。公務には責任が伴うんだがな。テレビとラジオだけで天下り先が195もあることを法務省が羨ましそうに見ている。法務省って天下り先あんまりなくて、あってもそんなにお金が良くなくてみたいなことを聞いたことがあります。公安調査庁なんですけれども、総務省にとっては大事な天下り先、どんな問題を起こしても見て見ぬふりか、かばってかばって決して罰せずと。特に顕著なのが NHK との関係で、力関係は完全にですね、 NHK の方が総務省よりでかい。内部でですね、半年後に法改正でこうなっからって通達回ってですね、その通りになるっていうですね、法律や省令は NHK の思うがまま。これなんつうんですかね、20時以降のですね、訪問禁止されてますよね。特に販売であるとか、まあ、営業ね、営業かけるの。借金の取り立てなんかはもう論外で、訪問販売とかも20時以降は厳しく取り締まられてて、まあ違反したりなんかすると1年間営業停止なお前の会社とか厳しい罰則なんですけど、総務省わざわざ省令追加で出して NHK 集金人はこの限りにあらずってしちゃったんですよ。しちゃったので、NHK 集金人、下請けの集金人、凶悪な凶暴凶悪に暴れてた頃は夜中の1時に来やがったなんてひどい話も聞いたことありますよ、街頭で。 NHK デモは10回やってんですよね。それでも報道しないテレビ業界、完全に治療不可能です。だから潰すしかないですよ。もう自分で変われないんだから潰すしかないと私は思っております。34年前、バブルが起きる直前の1984年、額面で500万円の年収の人の手取りは430万円でした。消費税もなかったんじゃなかったっけ、この頃って。現在は国保税、介護保険料、雇用保険料などの上昇で398万円に減っちゃった。32万円も負担が増えてる。消費税も。コメンテーター、
所得税や消費増税の時は大きく何度も報道するが、社会保険料値上げの報道は1回で終了で分かりにくい。見逃した人なんかは全然知らない。世論です。これも増税だよ。あと森林環境税なんてわけのわからん増税も。本当に生活が苦しい。そりゃあ経済回らんわ。給料天引きや内税は税金の姿を見えにくくする魔法の杖。こういうのが積もり積もって税負担率 47% と、32万円減った、あげくにですね、さらに消費税 10% 払ってたもんね。34年前の消費税描く何パーセントだったかちょっと覚えてないんですけれども、0か3だったような気がする。貯金せずにですね、全部消費したとするなら、398万円全部使っちゃったとしたらな、負担は40万円追加ですよね。つまり34年前よりも500万円の人は72万円使えない金が発生している。1984年頃の実質税負担率は約 35% でした。現在は 47% です。この頃にですね、あの 35% の負担でね、20代を過ごしてきた私らぐらいの年代はですね、まあ50代ですか、とてもとても今の若い人に実質税負担率、あ、間違えちゃったこれ、実質税負担率 47% だが将来に希望を持って子供産んでくれ、俺らは 35% だったけどなーって言えますか？言えないでしょ？とてもとても。岸田総理も、多分私より10歳以上上だから、30% ぐらいだったと思うんだ。実質税負担率。岸田総理が結婚した頃、20代だった頃、その岸田総理がね、今 47% だけど、子供産んでくんない？俺らの時は 30% だったけど、って言えますかって、言えんのが、どんな手段使ってでもですね、実質税負担率減らさないと、マジで滅びますよ、これ。これね、高齢者の票がですね、物言う政治の世界で、若者や現役世代から、高齢者へって金が流れる仕組みができちゃってる。だってね、高齢者の方が投票してくれるんだから、そっちの方を大事にするよね、政治家は。当然のごとく。これ、こういうシステムがある限りは、続くんだろうな。救いはですね、59歳以下は、半数以上が、テレビほとんど見てない。つって、テレビの変な洗脳に影響を受けてないっていうのが救いですかね。あと10年経ったら、だいぶ変わってくれること。もっと有権者が賢くなってですね、変なやつに投票しねえってですね、そういう世の中になってくれたら、ちょっと変わるかとは思うんですけれども、私も頑張ってネットで物を言い続けますよ。李克強前首相、68歳、心臓発作で急死。自宅で死んでたなんて、世論です。消されたな、やりやがったな、露骨すぎ、本当に心臓病か、ロシア方式に変更したのか、プーチンを見習ったの、マジで中共終わりそう、誘拐されたって意見が一般的ですね。台湾侵略に反対でもしたんでしょうかね。で、台湾を侵略を強行したい近平の邪魔になったとかね。政治の表舞台から退いたのが半年前、たったの半年前でありました。1年前にはですね、同じ共青団出身の胡錦涛元総書記が全人代から突然連行されるっていうのを目撃しております。この李克強、近平の隣に座ってた元総書記胡錦涛をですね、連行、体調悪かったみたいだとか後で発表になってましたけども、上海閥のボスで李はね、最近上海閥は弾圧されてました。弾圧されてました。ロシアでは政治イコール暗殺だっちんですけど、中国も似たようなことになってんだね。むしろ中国の方が先輩かもしれないな。漢を立てた劉邦は、偉くなっちゃった漢信を殺しましたもんね。死刑っつって反乱を企てたなんか言って、邪魔になったな。強大になりすぎて邪魔になった。近平ならまあいくらでももみ消せるしね。もう病院も警察もぐるっすら全然わかんないしね。今日の単身、
池袋暴走事件の飯塚幸三受刑者に1億4000万円の賠償命令判決。被害者遺族がですね、1億7000万円払って、訴訟を起こしていた。保険会社が提示した金額が少なくて納得できんかったんでしょうかね。うんと少ない金額提示してきて、ふざけんなってなったんですかね。保険会社、うちはこれしか出さないって言ったらば、差額は被告が出すんでしょうか。なんか上級国民だったみたいですから、出せないことないと思うんですけれども、若いお母さんとですね、養女の二人分にしては、なんか安い気がすんなぁ。2億ぐらいじゃないのかって、ちょっとね、一人1億円じゃないのって思うんですけど、事故の日が私、豊島区議会選挙開始日で、直後の事故現場も見てるんで、選挙カーで通りかかって、ものすごい数の救急車とパトカー見てるんで、この事件忘れられないですよね。あとひっくり返ってたゴミ収集車。ひっくり返ってた。ゴミ収集車に乗ってた方は、幸い怪我で済んだみたいですけど、区議会でもですね、集まった寄付金で、モニュメント建設の議会承認とかで関わりました。私は人がいいですね、こんなのに1000万円かかんの中抜きとか、東京物価高いからしょうがないのとか、寄付金そっくり遺族にあげた方がええのになとか、そういうものあるとかえって、いつまでも悲しみが言えないんじゃないのかな、見ると思い出しちゃってって思いましたが、設置は遺族の意思だってんで、まあ承認しました。被告もね、事故後にですね、車が悪い、私は悪くないとかね、フレンチの予約をして急いでたなんて言わずに、誠心誠意謝ってればこんなに叩かれなかったのにね。バカだよな。なかなか立派な経歴の上級国民だったみたいですけど、頭良くないよなって私思います。国会代表質問で岸田批判した世耕参院幹事長に岸田ブチ切れ、あのバカがと口走ったとかなんとか、世耕幹事長即刻平謝り、なんだ根性据えて岸田おろし開始したんじゃなかったのかよ、離党も覚悟で文句垂れたんじゃなかったのかよ、でもまあね、社員が他の社長や社員もいる公式の場で、例えば土建屋の集まりみたいなパーティーで、いやーうちが決断できない社長の曖昧な指示のせいで社内が混乱しましてね、なんて、演説ぶっちゃったようなもんですから、まあ、組織としてはまずいよね。組織、自分が所属する組織の恥を外側に向けてバラすようなもんで、まあまずいわな。東京23区の消費者物価指数は前年度比 2.7% 上昇、今月ね、今月10月、去年の10月と比べ 2.7% 上昇、それだけって思う方多いと思いますけど、これはですね、気候やなどで変動が大きい生鮮食品を除外した指数、大量とかあんまり取れなかったとか、卵だの野菜だの魚だの含めたらもっともっと上がってんでしょうね。そっちの数字も出してほしいよね。賃上げ交渉の根拠にもなるしね。物価 5% 上がってんだから 5% は上げてくんないとあんたは賃下げしてることになりますよって言えるもんね。東京都、バニラトラックを念頭に過激な内容の広告や光の点滅などで他のドライバーの注意力を低下させる宣伝トラック規制を検討開始。都の調査結果によれば、新宿と渋谷を徘徊する宣伝トラックは74台だった。その7割が風俗関係だった。まあ道路はね、移動や輸送に使ってほしいってことですかね。用事もねんのに徘徊して道路こんじまえよっていうことなんすかね。まあ最近目に余るほどやかましいからしゃあないっすね。なんか74台も走ってんのが道理でね、いつでも1台ぐらいいるよな。デモの時も何台も見かけたしね。
近畿大学がうなぎの完全養殖に成功だそうであります。これまで謎だったですね、卵から稚魚への生態を解き明かしたんでしょうか。国力増強のためどんどん養殖してバンバン輸出して外貨稼ぎしてほしい。そして世界中をですね、日本のうなぎのかば焼きの虜にしてほしい。米もセットで、米も輸出バンバンしてですね、減反する必要ねえぐらいバンバン世界の人を日本の米中毒にしてもらいたい。日本に長らくいると外国人も米中毒になるって、たまにお里帰りすると、いや米食いたくて米食いたくてって言って日本に帰ってくるそうであります。というわけで、メール党員さん限定懇親会、忘年会ですか。今年もやりますんで、皆様よかったらご予定あげといてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。